今日はハワイでの購入品を紹介していきたいと思います。細かい話は抜きにして早速紹介していきます。じゃん、アメアパでの購入品です。アメアパ日本を撤退しちゃうらしいね。残念だなと思うのですが、そんなアメアパでまずはこんな T シャツ型のワンピースです。赤と白バージョンを着たんだけど、このパイピングが赤バージョンを試着してみたら、私が着たらなんかね体操着みたいになっちゃったんで、モノトーンだと大人っぽく着れるかなと思って黒と白の T シャツワンピースにしました。そしてこんな大きなビーチバッグを購入しました。トランプに泊まったんですけど、そのトランプの並びにあるブリスっていうセレクトショップなのかな、日本人の素敵な奥様が店員さんされてたんですけど、そこで可愛かったバッグを購入しましたね。この中が防水になってるのでビーチに行く時に使えるなと思ってます。ノードストロームラックで買ったブラウスです。このフリルがあしらってあるのが気に入ってるんですけど、ボタンがパーッとあって、なんとここオープン、このままだとだいぶハレンチな状態になるので、なんかインナーとかで遊べるかなと思ってます。免税店で買ったコスメタッチ、もともと愛用してるディオールアディクトのリップマキシマイザーをなくなったので新しいものを買い足しました。これね本当にプルプルになるし、カプサイシンの力でリップがプルッと膨らむ感じになるので、プルプル唇になりたい方にはとってもおすすめです。マックのアイシャドウです。これねコーデュロイっていう色味なんだけど、マットなブラウンのシャドウを探していたので試してみたらいい感じだったので買ってみました。ちなみにこれを買った時のねオカマちゃんの、マックってオカマちゃんの店員さんが多いよね。もうめちゃくちゃ可愛くて、そんな思い出もセットなアイシャドウです。ヒールズで購入したスーパークリーム、これねもう一度使っちゃったら終わりなんです。もうなんか本当にいいから、これがなくなったらやっぱね新しく買いたくなっちゃうっていう、試供品でいただいたものを使った結果その魅力にはまり、そういう仕組みやめてほしいよね本当に。お買い物が増える。キールズのスーパークリームです。これは保湿クリーム、美容クリームとして使います。毎朝使っているものがなくなったので新しくリピートして購入した、じゃん、キールズの朝用オイルです。このオイルについてはスキンケア紹介動画でもしっかりと紹介しているので、ぜひ見てみてください。ノードストロームラックで購入したボーンっていうブランドのブーツです。じゃん、こんな感じのショートブーツです。ヒールが太いと日常使いできるのが良いなと思って購入に至りました。そして同じくノードストロームラックで購入したナインウエストの、じゃん、なんかこの色味がすごい上品だなーって思ったのと、このねゴールドのスタッツが甘辛ミックスで履けそうだなと思って即買いでした。もうこれは本当に秒速で決めました。そして常夏のハワイでこんなものをゲットしたのですが、じゃん、バナリパのコートです。絶妙に綺麗な色だなと思って一目惚れしました。早速日本でもバンバン着てるんですけど、着用画像はこんな感じです。はい、着ると形が今っぽいところがお気に入りです。そして化粧品を買いたくなったらセフォラでの購入品を紹介していきたいと思います。じゃん、ローザメルシエのトランスルーセントパウダーです。これは本当いろんなメイク動画でも紹介してますが、ずっと愛用しているフェイスパウダーです。そしてじゃん、ディオールの口紅です。今もつけてるリップなんですけど、本当にでもマットだからね、ちょっとでもはみ出すと目立つから、鏡を見ながらじゃないと塗り直せないなって思うんですけど、ほんとねちょっとでも間違えるとスパゲッティ食べたでしょ、いや食べてないよみたいな状態になっちゃうんで、まあ、それぐらい発色がいいリップです。そしてアーバンアウトフィッターズで購入したサングラスです。アーバンアウトフィッターズはサングラスがすごい形とか色とか豊富なので毎回チェックしています。出会えてよかったっていう代物なんですけども、ジョー・マローンの香水です。ジョー・マローンは香水なんだけど、香水っぽい強さが全くない香りたちが揃ってて、香水が苦手な人が香水を見つけたいって時はぜひ見てもらえたらいいなと思うんですけど、ここで運命の香りに出会いました。私はウッドセージ&シーソルトです。これは私はホノルル空港で購入しました。早速つけてみよう。香りだけはねこの動画で伝えられないことが本当に申し訳ないって感じなんだけど、シーソルトっていうだけなんか海みたいな爽やかさを含んでる香水です。本当にねお気に入りの香水に出会えたので、しばらくはこの香水と一緒に時間を共にしていきたいと思います。そしてでれん、バレンティノの購入品です。これはね、購入品、間違いなく購入品なんだけど、私12月が誕生日なので両親からのプレゼントで買ってもらいました。アラモアナのバレンティノで、じゃん、黒にゴールドのスタッツのブレスレットです。なんか私は可愛いだけとかよりもちょっとパンチの効いたデザインのものが好きなので、しかもバレンティノといったらやっぱスタッツですから大事にします。以上、私のチャンネルをまだ登録していない方はパソコンからご覧になっている方はこの右下のチャンネル登録ボタンから、携帯からご覧になっている方は下の赤い部分のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてこの動画が良かったよって方はぜひ高評価ボタンをお願いします。インスタやツイッターもやっているのでぜひフォローお願いします。ビデオを最後までご覧いただき本当にありがとうございます。また次のビデオでお会いしましょう。石井亜美でした。